はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回北斗の拳コラボガチャを引いていきます。で、こちらのガチャなんですけれども、リセットガチャになってまして、前半戦と、ね、後半戦に分かれてます。で、前半の期間終了後にガチャの実行回数がリセットされるということになってますので、ちょっと今回の動画は前半と後半をもうまとめて1本の動画にしてやっていきたいと思います。まあ、今は前半戦なんですけれども、で70連までいきますと、北斗の拳 PSR 選択権がおまけでついてきますので、70連足す70連の140連、ここまでやっていきたいと思います。で、バナーキャラに関しては北斗の拳のコラボキャラ、一応全員かな、これわかんないけど、全員がバナーキャラとなってます。で、自分はね、北斗キャラ全然持ってないで、最初のね、北斗高校実装された時全くガチャ引いてなかったので、まあ、ちょっとここでね、キャラの方をある程度揃えていければと思います。まあ、たかだか140円だけでどこまでいけるのかっていうのは微妙なところはありますけれども、もう母体すら持ってないんでね、そこがちょっときついところではありますけれども、まあ、今北斗祭りになってるんで、まあ、北斗高校はねやっぱ強いと思いますんで、ちょっとここである程度、キャラが揃えばと思います。まあそんなわけで、じゃあ早速10連の方から引いていきましょう。はい、ここなんだっけ、あ、虹が出てる、確定ではなかったよね。あ、キラーンは来てないけれども、お前かい六本木、ま、六本木はね、なんか二遊間のキャラを作るときに使おうかなーっていう感じですね。魔術師とアイコンタクト両方手に入るんで、まあそんなところです。じゃあ、20連目、あ、 SR1 枚確定か、ただの SR 確定だね。じゃあ20連目はバナー SR、 バナーって言ってもバナーが8キャラいるからね、それでも1/8。あと北斗キャラが結構覚醒対象になってるんで、まあ、そういうところも含めてね、もう自分はキャラ不足なんで、ぜひ欲しい。これ分かんない、誰、サウザーとかラオウとかの違いが分かんないんだよ俺名前を見なきゃわからん。ケンシロウの PR すら初めてだからね、ここで。そう、もうなんかもうニューだらけだよ多分今回。ちょっとわかんねえキャラ、すいません、ね、六本木じゃない、お前はさっき見たラオウか、こっちがラオウ、カブとかぶってんのがサウザー。ちなみにラオウとサウザーってどっちが強いの全然わかんないっす。じゃあ30連目、ここもバナーになります。まあ、演出はもういいか。1枚。これ、ラオウ。ある程度ね、だから今の俺の状況としては、キャラはね、固まってくれた方が解放しやすいんで、いいというところはありますね。で、どんどんいきます。40連はバナーキャラのみか。で、PR。ん？以上、1枚確定。ってことは、R も入ってるってこと？どうなん、何も入ってない、リンちゃん最初の枠か、だから PR 枠、あと全部 R なんだけど、すげえな、最初 PR であと全部 R で、50連、ここは SR が1枚出て北斗の拳選択権があります。この選択権の使い道も誰に使うかだよね。もう本当に1個しかないな、しかもお前か、マキシマム、なんか大した、ここら辺なんか大したものが出ないな。で、選択権です。で、60連がバナー PSR。 PSR なんて誰一人持ってないからね。まあ虹が出てのここら辺は確定なんで、あとは2枚ない。あ、
トッキーか。トッキーはね、何気に使えるんだよね。精神ボーナスがあるんで。確か精神ボーナスめっちゃ高かったよね。借りて使った気がする。8ついて、でここも精神ボーナスついて12ついてでしょ。で16ついてだから、タックのパーセンテージが低いけど、あ、低くねえわ、70か、まあ、決して低くはないよね普通まあ得意練習が1個だからね、高くもないけど、でもボーナスが高いんで、練習効果アップも乗ってるし。コツってなんだっけ。あ、キャッチャーついてるんだ。キャッチャー要員。あ、でもキャッチャーで作ったとしても金徳は芸術的流し打ちになるのか。ま、トッキー、いや全然さ素材がないよね。ちょっとだったらもう後半に期待するしかないよ。だってここら辺で全然さ通常枠が出なかったんだから。でガチャル70連 PSR 選択権を求めて。全然1個しかない。これ確定枠しか出てなくね。しかもさ、確定枠のさ、なんていうの、バナー確定以外が超通常キャラだからね。これどっち、もう PR だとさ、あれが分かんない、サウザー、これはサウザーだよねよし、というような感じになりまして、北斗の剣 PSR 選択権を手に入れましたので、後半の方に進んでいきたいと思います。それでは北斗ガチャ後半戦に突入です。リセットされてますので、また10連目から開始となります。前半戦がねもうボロカスだったんで、ちょっと後半でどこまで持ち直せるか。やっぱ重要なのは40連目だよね。全部がバナーキャラっていうところで、どれだけ PR とか SR を叩き出せるかというところになると思います。じゃあ10連目いきましょう。はい、通常の SR 枠も北斗キャラ出なかったからね。バナーキャラ 50% 超えって言ってもバナーキャラが出なかったっていう出ないねレイが2人並んでいる。あれ、どれ、お、いいねいいねいいね。 PR が2個、こっちがレイだよね。こっちはシンだっけすいませんね、キャラ全然把握してなくて。では、20連目。ここがバナー SR。相変わらずの、あれだよね。確定枠以外出ないっていう。キラーン！来ない。1個。あ、そうか。普通の SR 持ってなかったんだ。いや、でもまあ、トキがね、集中して出てくれればかなりいいんだけど、トキってそもそも PR とかどんくらいいたっけ？いやー、なんかこいつ誰、ラオウか、ラオウの R が初めてなのか。まあ最悪だから PSR 剣はもう全部トキに突っ込んじゃって、トキを使っていくっていう、まあ、精神はね必要だからね。じゃあ30連目もバナーか。また虹が出てるけど、キラーンが出るかどうかが重要なのよ。来ない。まあそんなもんです。そしてようやく2個、最初と最後、レイ。レイはちなみに俺大して育ってないんで、もう北斗の最初のイベントほとんどやってないからね。もうガチャすら引いてなかったから。あ、なんだ、 PSR が来た。どうなの、ちょっと分かんないっす俺。こっちはサウザーね。サウザーは特技練習が変化球1個か。変化球1個で練習効果アップとタック技術は8、45で試合経験点で、50でタックが 10% 上がるパターンか。コツは強心臓、左キラー、不屈の魂、緊急登板、天照十字砲。そうか、折り辺覚えられるんだっけ。という感じです。とりあえず PSR1 個ゲットしたから、まあよしとしますか。では40連、ここか、ここが全北斗キャラ。せめて PR だよね。この前1個しか出なかったからね、 PR。 あと全部 R、まあ、1個も入ってないのはもういいよ、お約束だから。
ケンシロウ。ケンシロウちなみに SR すら持ってないから。あ、PR が出てきてくれてる。ケンシロウなんかちょいちょい出てきてんね。結構、今回は PR がちょいちょい。こいつ誰？こいつラオウか。ラオウとサウザーがちょっとよくわかんないんだよね。敵キャラっぽいイメージしか持ってないから。でここは SR 選択権でしょ。で SR 枠は通常枠だから北斗キャラ以外が出る可能性もあるよね。裏が他トキ、トキが欲しい今は普通に。 SR 選択権だ、トッキー SR 選択権使ってでもプラゴにできればなんか PSR うまく伸ばせるかもしんないけど、ここだよね。あと、まあ、ここは確定してるんで PSR が、まあ、キラーンが来て一つ、あ、レイお前が来たか。トキ PR 初めてかよ。全然解放できる気がしないという感じです。レイは何だったっけ。コントロール上限アップついて、コントロールだけか。そうか、コントロールだけしかないんだ得意練習が。でもまあ練習効果アップ30までつくんだね。まあ、プラゴまでには持っていけないけど。じゃあ70連目、ここは選択権で SR が北斗キャラ以外の可能性もある、まあ、通常枠っすね。ここは2つ。おお、なんだっけ、ジャギだっけ。ジャギも全然わからん。雷タックが高いのか、初期評価30しか40、初期評価が低い系か、タックが高くて初期評価が低いタイプだね。タック110、敏捷ボーナスとやる気効果で、こいつなんだっけ、電光石火くれんだっけ。え、こいつもキャッチャーなの。キャッチャー丸ささやき戦術、バント代打追い打ち。へえ、能力的にはしょぼいね。そんなに強くない。足速いって言っても B か。なんか鉄砲持ってる。北斗の剣の世界って鉄砲あるんだ。完全に格闘系かと思ってたけど。というような感じで、まあとりあえずサウザーのね PSR が通常枠で出てくれたので、まあそこだけでもよしとしましょう。ということで、北斗のコッツ持ちウィークを次回からやっていきたいと思いますので、まずは手に入れたものをね整理していきたいと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。